はい、皆さんこんにちは、田中一平です。今日はですね、もう一年、大学受験頑張ると、もしくは頑張らざるを得ないと、つまりですね、浪人が決まった皆さんに向けて、学習アドバイスを送りたいと思います。すでにですね、浪人を検討している皆さんへというような形でですね、動画を3月の初旬にアップをしました。ですんで、ここではですね、私の科目である日本史についてですね、どういうふうに勉強していったらいいのかと、いう話を具体的にしていきたいと思います。で、まず動画撮ってのが3月15日、原敬の誕生日、それから武豊さんの誕生日でもありますけれど、そんなことはどうでもいいんですが、どうでもいいことはないですけど、本題とはそれるんで、先に行きますが、じゃあ日本史については何をやればいいのかということですね。で、この話はですね、少し間口を広げてですね、国公立とか私大とかは関係なく、浪人を目指す全ての皆さんに役に立つような話っていうのをしたいというふうに思います。で、まず毎年ですね、その予備校で浪人する生徒さんっていうのを一定数預かって思うんですけれども、本当に現役の時に勉強してきたみたいないう風にですね、やっぱりかなり辛辣な言い方なんですけど、思うような浪人生がほとんどです。特にですね、よくある私文の浪人生で、より具体的に述べればですね、マーチあたりに全落ちで、でそれより下の大学、偏差値がってことなんでしょうけど、は行きたくないから浪人します、目指すのが早慶です。で、こういうもし浪人するっていうのが決まってる方がいたらですね、かなり強い危機感を持った方がいいです。大抵こっちがもう絶対にできててほしいなっていうことができません。じゃあそのできててほしいってことができませんっていうのを、今からこう日本史に置き換えて具体的に言うとですね、まず高校受験の歴史、つまり中学の段階で身につけておかねばならない歴史について、ほとんどがすっからかんです。例えばですね、僕は最初の授業でよく聞くんですけど、ねえねえ、聖武天皇って何時代の人とかって僕必ず最初の授業で聞いたりするんですよ。聖武天皇が何時代の人かっていうのは、これ中学歴史の範疇なんです。で、それがですね、いろいろ言い訳したりするんですよ。いや、自分今年が苦手だったんでできないんですよとか、あとはですね、自分高校の時に日本史取ってなかったんで、整形だったんでとか言う人いるんですよ。で、苦手だろうがですね、高校時代に日本史やってなくて整形だったであろうがですね、聖武天皇が何時代の人かっていう風に聞かれてですね、できないっていうのは、はっきり言えば中学の勉強がですね、もうかなりいい加減だったっていうことの証でしかないんですよね。で、今日3月の15日ですけれど、これをですね、残り、要はあと20日ぐらいすると4月の、予備校の授業っていうのがスタートしていくんですけど、そうですね、予備校によっても様々なんで、もうちょっと一概に言えない部分はあるんですけど、少なくともですね、マーチ、それから早慶、それ以上の大学を目指す、で、ある程度合格実績が出てる、いわゆる大手予備校と呼ばれるところは、例えば聖武天皇が何時代かがわからない人向けに、すごいわかりやすく懇切丁寧に授業してくれるかっていうと、しないです。はっきり言って。なので、そのあたりの基礎的な内容っていうのを、予備校が始まる4月までにきちんと埋めておく必要があります。なので、まず一つやってほしいこととしてはですね、今すぐ本屋に行って、高校受験のコーナーに行ってください。で、高校受験のコーナーに行って、例えば、高校入試10日間完成みたいな、例えば、そういうような参考書ありますよね。要は問題集ですよ。で、それは簡単に言うと、自分の持ってる知識を確認してくれる問題集みたいなやつ。で、これをですね、すべて完璧にできるようにしてください。一冊何でもいいです。そんな分厚いものじゃなくていいんで。例えば今、MacBook 持ってるんで、ちょっと今見てるんですけど、例えばですね、高校入試15時間完成、歴史合格へラストスパート、受験研究者から出てるものだったりとかですね、高校入試実力めきめき合格ノート、中学歴史。これは、僕も持ってますけど、これはそんなに分厚くないんですよ。で、こういったですね、高校受験の内容が怪しいっていう、そういう浪人生を毎年預かっては、大学受験の内容をやる以前に、高校受験の内容をちゃんとやってくれっていうのをですね、あんまりはっきりは言わないですけど、やっぱ思うんですよ。だから、今ね、例えばその浪人してて予備校が始まるまでの期間、やることが例えばあんまりよくわかんないと、言うのであればですね、そういった中学歴史の薄い問題集みたいなのを一冊買ってきて、それの内容をもう全部暗記してください。丸暗記。で、もしそれに、って思うんだったら、多分浪人しても成功しないと思います。過去の経験で言うんですけど、例えば、一浪して私文で早慶に受かる子って、
これ覚えてって言ったら、やっぱ頑張ってやってきます、基本的には。で、しかもそれがね、まあ、大学受験の日本史の、例えば用語集全部覚えろとかって言うとね、それはめちゃくちゃですよ。わかりますよね。で、あとはその、大学受験日本史のね、例えば山川の一問一答とか、金谷の一問一答の内容全部覚えろっていう風に言うのは、酷でしょう。まあ僕がね、実際に、まあ一問一答として推奨してるのが、鈴木和弘先生のね、時代と流れで覚える日本史 B 用語って今出てると思いますけど、これですら、やっぱり教え子に指導してて、覚えきらないまま本番迎えるっていうケースはあります。だから、大学受験日本史の、まあその一問一答っていうのを全部覚えろみたいなことを、まあ言うのはね、個人的には酷かな。今の受験生には厳しいかなというふうに思うんですけど、中学歴史の、例えばそういったもの、まあ一問一答的なものとか、問題集的なものがね、まあ今、浪人生で、もうやる気に燃えてるわけじゃないですか。絶対一年後にリベンジしてやるって思ってるわけじゃないですか。それがね、やっぱこなせないってなると、まあ繰り返しになるんですけど、その浪人自体を考え直した方がいいし、やっぱり、まあもう、それで総計っていうのは、いや、相当ハードルが高いですよっていうことなんですよ。で、これはね、かなり残酷なものの言い方なんですけど、やっぱり勉強って、幼い時からの積み重ねなんですよ。それをね、例えば、わずか半年ぐらいで逆転してやろうっていうのは、これはね、かなりおこがましい考え方である。まあ、いうことをですね、まあ、まず最初に言っておきたいというふうに思います。ですから、まあ、今3月の中旬ですと。で、例えば日本史について何かやった方がいいことありますかというふうに聞かれたらですね、まずは、中学歴史の薄い参考書、問題集でいいです。一冊買ってきて、隅から隅まで全部暗記してください。で、問題解いたら、もうすぐに、例えばもう1秒で答えが出てくるみたいな。で、漢字もちゃんと書けるみたいな。それをですね、まあそうですね、その予備校が始まるまでの、まあ3週間ぐらいでやってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。それが一つです。で、もう一つはですね、先ほど説明した、ねえねえ、聖武天皇って何時代っていう、まあそういう問いかけですね。で、これにきちんと答えられる。まあつまり答えは奈良時代なんですけど、例えばそれがまあ答えられる、まあ浪人生とかもやっぱりいたりします。まあ最前列に座ってるぐらいですから、まあ例えば意欲がある。まあ僕は基本的に予備校でやってるのはもう最前列に座ってる人なんで、最前列やってる人にねえねえとかって言ってね、ね少年少年とかって言って当てたりして、ね、お嬢さんお嬢さんとかって言って当てたりするんですけど、で、例えばそれが答えられた場合に、僕が次何聞くかっていうと、ね、奈良時代って何世紀って聞くんですよ。で、それからもう一つ聞くのが、ねえねえ、奈良時代って何文化って聞くんですよ。で、共通テストで少なくとも80点以上取るためには、奈良時代と言われたら8世紀、8世紀と言われたら天平文化、奈良時代と言われたら天平文化っていう、この時期の判断っていうのができなきゃいけないんですよ。で、そうすると、例えばね、浪人生で早稲田に落ちました。けど、例えば共通テストでは80何点取りましたっていう人は、それ全員できるんですよ。で、そういう人は、まあ、例えば英語がどうしてもとかね。例えば古文が実はサボってました。で、早稲田不合格でした。もう一年やり直します。日本史はある程度勉強できてるんです。これね、実は受かるチャンス十分にあるんですよ。で、ところがね、まあそのさっき言ったね、マーチ全落ち、浪人で、まあせっかく浪人すんだから早慶目指しますっていうのは、英語もあかん、国語もあかん、で、日本史もあかんです。で、その日本史があかんっていうのは、例えば、聖武天皇って何時代って聞かれて、それが奈良時代って答えられませんとか、じゃあそれはできたとしても、奈良時代って何世紀って聞くと平気で7世紀とか言っちゃうんです。で、まず、そこのね、要は、予備校で授業が始まったらね、例えば旧石器時代、縄文時代、弥生時代ってこう順番に授業やっていくわけです。で、当然、まあ予備校講師ですから、まあ例えば早稲田とかね、あとは国立大学とか慶応とかそういう難しいところを受ける受験生を教えますってなったら、まあそれなりの指導しますよ。どの予備校の先生も。いや、そりゃそうでしょ。で、しかもね、もう一年お金と時間使ってリベンジするんだって言ってるね、教え子が目の前にいたら、それはね、予備校講師も力入りますよ。なんだけど、例えばね、そこでですよ。じゃあね、奈良時代っていうのは8世紀だった。まあ、僕は授業でかなり強調しますけど、そのね、奈良時代は8世紀だ。8世紀は天平文化だ。今覚えられるでしょ。この4月の授業始まるまでに。で、この動画の概要欄に時代区分表リンクで貼っときますから。で、それも簡単に言うと、江戸時代って見たら、はい、17世紀の前半から19世紀の中頃ですってこうやってパッと言えるようにしてください。はい。で、江戸時代って文化いくつって言われたら、寛永、元禄、宝暦、天明、嘉靖ってこうやってパッとすぐ言えるようにしてください。え、じゃあ嘉靖文化って時期いつって言われたら、あ、19世紀の前半から中頃です。え、将軍で言うと、11と12です。こういう風に言える状態にしておいてください。4月に授業始まった段階で。で、多分、その状態で予備校の日本史の授業を受けたら、まあ、覚えるのとかは大変だと思いますけど、ついていけると思います。逆に言うと、それしないまま入っても、もうできないです、多分。だから僕は4月に始まって、最初の1ヶ月で必ず何言うかっていうと、時代区分表その配るんですよ。概要欄に貼ってあるやつを。で、全部覚えてくれる。
で、授業で当てて確認しますから。で、答えられないと、君やる気あるのって言います。え、覚える気ある？で、そんなに分量も多くないんですよ。いや、ダウンロードしてもらえばわかるんですけど、分量なんか多くないんですよ。で、ちなみに申し訳ないんだけど、その時代区分表を見て、これ分量多いやと思った瞬間、もう早慶は無理です。残酷なこと言いますけどそうです。早慶どころか、共通テストも厳しいです。だから、そこら辺をですね、ちょっと意識してやってもらえるといいかなというふうに思います。で、同じことがですね、これ内閣順に言えるんですよ。なので、内閣順。まあだから伊藤博文丸一内閣から、まあ現在の岸田文雄内閣まで、全部覚えてください。だからまあその二つですよね。つまり一つは中学歴史の内容について、まあ薄い問題集一冊買ってきて、まあパーフェクトにできるようにする。そうっすね。5週くらいできるんじゃないですか？ 4 月の予備校の授業始まるまでに。特に、まあこれもちょっといやらしいこと言うんですけど、都立とか県立高校の、そうっすね、一番最上位の学校。まあ例えば、まあそうっすね、僕、早稲田予備校の水戸校で教えてるんで、例えば茨城で言うと、まあ県立水戸第一高等学校とか、で、あとはまあ2番手、3番手の学校ですよね。県立緑ヶ丘だとか、桜の巻とか、まああと、どうなんですか、水戸二高とかですね。まあいろいろ学校ありますけど、県立の上位校の中階層。もう基本的に内申点で入ってませんか？いやで、まあ違うって言うんだったら、それはごめんなさいなんですけど。いや、内申点で点数稼いで高校入試クリアしてる人、あなたたちは中学歴史の内容は絶対に怪しいです。で、その状態で大学受験日本史の勉強してもですね、まあ、太刀打ちできないです。いや、だから経験したんじゃないですか、去年。覚えられないなと。分量が多すぎるなとか。で、まあ、言わんや、県立の中堅校で、まあ、大学受験考えてます。やったんだけど、うまくいきませんでした。まあ、当然、中学歴史の内容は怪しいんですよ。で、それを何もしないままに、4月の予備校授業スタート。じゃあ、こっから気合入れて頑張ろうは、少なくとも、早慶とかマーチみたいな、次第の難関校には入れないです。もう無理です、それ。ですので、この3月中に中学歴史の薄い問題集一冊買ってきて、もう全部隅々まで完璧に覚えてください。それが一つ。で、二つ目は概要欄に貼ってある時代区分表ね、と内閣順。これを全部覚える。で、これで4月の予備校の授業を迎えてもらえれば、おそらくその予備校の先生の話っていうのがある程度スムーズに入ってくるんじゃないかなというふうに思います。で、それ以上何かやった方がいいですかっていうふうに、おそらく国立大学志望者中心に聞くと思うんですけど、基本4月から論述をやればいいと思います。浪人生で国公立目指す人は。で、じゃあそれまでは何すればいいかっていうと、まあ今言った2つね。で、まあ、どうなんでしょうね。難関国公立大目指すっていう人は多分、その中学歴史の内容はやんなくてもある程度できるのかなと思いますけど、まあその難関国公立のレベルだよな。東大京大一橋を目指してました。実際に受けに行ったけどダメでした。二次試験が。っていう人はやんなくていいと思います。けど、例えば、共通テストを受けてダメだったっていう人はやり直した方がいいと思います。で、まあもちろんその、やり直すって言った時に、まあ日本史の点数がまあ80点以下だったらっていう、まあ条件つけときましょうか。で、それ以外の国立大学を目指す人で、まあ、受けに行けたんならともかく受けに行けてないと、受けに行ったとしてももう完全もう可能性はほぼゼロに近いけどとりあえず突っ込みましたっていう人は今言ったことはやった方がいいと思います。で、ここまで僕が話したその日本史のね、例えばその中学歴史の薄い問題集を一冊買ってきて、まあ、やってねパーフェクトにできるようにしろみたいな話っていうのは、これは抽象化して他の科目に応用することが可能です。例えば英語、あなたたち高校受験の英単語完璧ですか？ターゲットやってて大学受験の英単語はある程度できるけど、高校受験の英単語怪しいですって人結構いますよ。あとはまあこれは数学が一番わかりやすいと思うんですけど、中学数学大丈夫ですか？中学数学ができないのに高校数学ができるわけないんですよ。で、基本的に浪人生の3月の過ごし方ってまあそういう風に考えてもらうといいと思います。まあもちろんね、最難関の医学部受けるとか、まあ例えば東大もう一回リベンジするってなるとちょっと話は違うのかもしれないけど、それでも本当の基礎基本、例えば4月になって予備校の授業が始まったらできないこと、まあ、例えばこれも知り合いの英語の先生がよく言うんですけど、予備校の英語の授業で英単語やってくれる講座ってほとんどないですよね。ってことは4月までに英単語全部覚えなきゃいけないんですよ。だからそれも中学のいわゆる高校受験の英単語と、まあ、要は高校英語、つまり大学受験の英単語ですよね。だから2冊
まあ、やれますよね。だって現役の時にある程度覚えてたわけだし、まあ覚えてないっていう人は、まあ、それは自分がいけないんだからね、まあ、反省してやってくださいよっていう。でもそこで無理ですよとかって言ってる時点でこっちも無理だよじゃあ君は合格はっていう風になりますんで、まあだからそういうような形でまあ抽象化して考えてもらうといいかなと、まあいう風に思いますね。以上がですね、3月の浪人生の過ごし方ということで、まあ日本史を中心にですね、具体的な学習についてお話をしました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。またいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたらコメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。